はい、もくもくトイズです。今回はソニーのワイヤレスポータブルスピーカー SRS-XB01 を半年間使ったレビューです。先に言っておきます。コスパ最強です。価格 .com で3300円です。このスピーカーはほぼメリットしかないです。僕の SRS-XB01 の使い方は、 PC のモニターにスピーカーが付いていないので、ステレオミニジャックでゲーミングモニターとつなげて使っているのと、ノート PC にも接続しています。ノート PC の音はシャカシャカしていて、 YouTube とか Netflix を見ていても聞こえにくいのですが、 SRS-XB01 だと声がはっきりと聞こえます。 SRS-XB01 のメリット、いいところはというと、1つ目はコンパクトなところです。テーブルに置いても邪魔にならないし、使わないときはさっと引き出しにも入ります。2つ目は、今まで使っていて Bluetooth のペアリングが消えることはなかったです。安定してつながっています。これがプツプツ切れたりするとストレスになります。3つ目は、ステレオミニジャックの入力端子がついていることです。今の Bluetooth スピーカーはほとんど入力端子がついていなくて、 Bluetooth がついていない端末に接続できないのですが、このスピーカーはモニターにつないだりテレビにつないだりと、いろいろな使い方ができます。4つ目は、お風呂で音楽を聴いているときにスマホが近くになくても SRS-XB01 の再生ボタンを2回押すと次の曲にスキップできるのが便利です。良くないところは、ソニーのアプリミュージックセンターに接続できないことです。イコライザーで低音設定など好みの音に変えることができません。あと、質感が悪いです。3000円台なので仕方がないですが、シボ加工のプラスチックで安っぽく今っぽくないです。最後に、マイクを使っていないですが、レビューでよくマイクの音質が悪いと書いています。これはスピーカーがメインなので仕方がないと思います。 SRS-XB01 は音楽的な音質を求めなければ十分使えます。低音が大好きな人にはおすすめできません。特にボーカル、声が聞き取りやすいです。 YouTube を見るとか Netflix を見るのに最適なスピーカーと思います。高いいいスピーカーだと低音でボーカルが聞き取れなかったり、低音が強調されすぎて疲れたりします。普段使いはこのぐらいのスピーカーがちょうどいいです。個人的なレビューなので、購入の際の参考程度に捉えてください。ご視聴ありがとうございます。この動画が参考になったら、チャンネル登録、グッドボタンお願いします。